芝戦式衆本儀、まず太子公事情第七十から。これき職となり、徳政伯に盛んなり、武王牧野にして実に天下をぶす。幽霊混乱にしてすでに方向を失う。領地して単に至り、楽遊祭らず、周本儀第一子を作る。木は春の時、公職となって農事を統管し、政伯は有徳者としての誉れが高かった。武王は院の暴君、中央を牧野に打ち、人民を安抚して周王朝を開いた。しかし幽王、霊王は道理に暗く暴政を行ったので、宝慶、光慶の領土を失った。周王朝は次第に衰微し、丹王の時代になると、首都洛陽での僧廟の祭祀も途絶えてしまった。そこで周本儀第一子を作った。周本儀第一子。周の公職名は木、その母は幽太子の女なり、狂言という。狂言は帝国の源氏たり、狂言のに入れ巨人の後を見る。心禁然として喜び、これを不満と欲す。これを踏みて身動き、はらめる者のごとし、おること気にして子を産む。持って不祥となし、これを愛好にすつ。馬牛の優る者皆避けて踏まず、これを林中に移し置く。たまたま山林に人を置きに追う。これを移して巨虫の表情にすつ。飛鳥その翼を持ってこれを付箋す。狂言持って信となし、ついに納めやしないでこれを長ず。はじめこれをステンと欲したれば、よって名付けて木という。周の先祖公職は名を木と言い、その母は幽太子の娘で狂言と言った。狂言は帝国の第一の妃である。狂言は野原に入れて巨人の足跡を見つけ、心が楽しくなって踏んでみたいと思った。これを踏むと体の中に動くものを感じて妊娠したようであった。体内におること1年で子を産んだ。普通は10ヶ月で生まれるし、父のない子だから不吉として狭い路地に捨てた。通り過ぎる馬や牛が皆避けて踏まなかった。山林の中に移し置こうとしたが、たまたま多くの人に出会って捨てられなかった。また川の中の氷の上に捨てたところ、鳥が飛んできて翼を下に敷いたり、上から覆うたりして温めていた。狂言はこれを見て、これは真意の子だと思って、とうとう納めて育てた。そして初め捨てようと思ったので、名付けて木と言った。真意というのは神の怪異の子、神のくすしき子、怪しき子。木、義たるとき、吉として巨人の志のごとし、その遊戯するや好みて麻宿を手術。麻宿美なり、成人となるに及びてついに効能を好み、地のよろしきを見、国によろしきものは過食す。民皆これを法則とす。帝行これを聞き、木を挙げて農師となす。天がその利を得、こうあり。帝春曰く、木、黎民はじめてう。何時職に君として百国を恥じせよと。木を体に放ず、合して公職という。別姓は木氏。公職の起こるや、とうとう愚家の際にあり。皆、礼徳あり。義はまだ小児の頃、すでに喫然とした大人物のような志を持っていた、志気を持っていた。遊ぶのにも好んで朝や豆を植えたが、その朝や豆が立派に成熟した。成人になると農耕を好み、土質土の質の良し悪しを見立てて、
五行に適するところに耕し植えて収穫をした。民は皆木のやり方にのっとった。定業、ただしここは帝国の帝春の誤りか、帝はこのことを聞いて木を挙げ用いて農家の長とした。これから天下はその利益を享受して大いに功績があった。帝春は言った。木よ、民に飢餓の色が見え始めた。そなたは農家の長たる公職となり、百穀を巻き植えよ。そして木を先生省の隊に報じ、号して公職と言わせた。別の姓は騎士である。各公職が交流したのは帝都すなわち行、愚すなわち春、家すなわち宇の時代である。それぞれに仕えて皆立派な徳を表した。公職出仕、故府中立つ。府中の末年、下降し祭りごとを衰え職を去りて勤めず、不術、その間の失えるをもって、すなわち重敵の間に走る。不術出仕、故菊く立つ。菊く出仕、故光流立つ。故光流立つ。光流重敵の間にありといえども、また公職の行を治め、公主を務め、地のよろしきをめぐり、失所より意を渡りて財用を取る。行く者は死あり、おる者は畜死あり。民その刑による。百姓これになつき、多く移りて放棄す。修道の起こること、これより始まる。故に詩人、科学してその徳を思う。公職が死んで、その子の不術が立った。不術の末年には、花王朝の祭りごとが衰え、職の官を廃して農事を務めなくなった。不術はその官職を失ったので、北西の異民族たる重敵の地に出奔した。不術が死んでその子の菊が立った。菊が死んでその子の光流が立った。光流は重敵の間に居住していたが、再び公職の行を治め、幸運藩主を務め、幸運藩主覇主を務め、土地の領費を視察して回り、諸水湿水諸水から南下して伊水を渡り、先生省の南座に至りて材木を取って生活の用とした。このためにその地方は富裕になり、外へ出て行く者には資本があり、内に居住する者には貯蓄があるようになった。民はその敬服に頼り、官民は交流をしたい。多くの者が移り帰順して休んずるようになった。周王朝の交流はこれから始まった。故に詩人は歌い楽しんでその徳を忍んだのである。司教の大河交流編がそれである。交流出仕、故経節立つ。貧に国す。経節出仕、故公木立つ。公木出仕、故私仏立つ。私仏出仕、故器有立つ。器有出仕、故公費立つ。公費立つ。公費出仕、故公魚立つ。公魚出仕、故阿魚立つ。阿魚出仕、故公宿祖類立つ。公宿祖類出仕、故公担保立つ。公流が死んで、その子の経節が立ち、先生省の貧を国土とした。経節が死んで、その子の公木が立った。公木が死んで、その子の砂仏が立った。私仏が立った。私仏が死んで、その子の器有が立った。器有が死んでその子の公費が立った。公費が死んでその子の公魚が立った。公魚が死んでその子の阿魚が立った。阿魚が死んでその子の公宿祖類が立った。公宿祖類が死んでその子の孤高担保が立った。国を担保、また公職公流の行を治め、徳を積み義を行おう。国人皆これをいただく。君育重敵これを責め、財仏と縁と欲す。財仏と縁と欲す。これを後すでにしてまた責め、地と民と縁と欲す。民皆怒り戦わんと欲す。ここを曰く。民ありて君を立つるは、まさにもってこれを利せんとするなり、
今重敵の交戦をなすところは我が地と民とをもってなり、民の我にあるはその彼にあると何ぞことならんにゃ。民、我のゆえをもって戦わんと欲すれども、人の不死を殺してこれに君たるは我なすに忍びずと。ここを担保はまた公職や公流の行った公主の行を、公運派手の行を治め、徳を積み義を行ったので、国人は皆、国有道は皆、国王を衰退してこれに仕えた。ところがこの頃、君育と言われた郷土や西方の重敵らが攻めてきて、その財物を得たいと望んできた。国王はこれを与えた。その後また攻めてきて、今度は土地と人民とを得たいと望んできた。人民たちは皆怒ってこれと戦おうとしたが、国王はこれを制していった。国に民があって君主を立てるのは、これによって民が利益を得んがためである。今賢獣らが、重敵らが攻めて戦いを挑むのは、我が土地と民が欲しいからなのじゃ。民が我が地下にあって生活するのと、重敵の地下にあるのと何の異なるところがあろうか。人民たちがわしのために戦おうと欲しているが、人の父や子を殺すようなことまでもして君主であることは、わしはなすに忍びないのじゃ。すなわち士族と共についに貧を去り、師匠を渡り梁山を越え帰化にとどまる。貧人と国を挙げて老を助け弱を携え、ことごとくまた国王に帰化に帰す、および他の亡国国王の陣の危機、また多くこれに帰す。ここにおいて国王、すなわち重敵の族を返事、城郭室屋を栄築して優別してこれにおらしめ、五感の有志を作る。民皆これを科学し、その徳を称す。そこで一族と従者を連れて貧を去り、司書や書水を渡って老聖省の梁山を越え、紀山の麓にとどまり住んだ。貧の人々は国中こぞって老人を助け、幼少の者を引き連れてことごとくまた紀山のもとへ行って国王に帰属した。それだけではなく、その近隣の人々も国王の人徳を聞き伝えて、また多く帰属した。そこで国王は重敵の生活風俗を退けて、すなわち新しい文化を作って、城郭家屋を築き、村落を分けて民を居住させ、五官の役人を作って祭りごとを行った。民は皆喜んで科学し、国王の徳を褒めたたえた。はい、てんちゃん、こんばんは。国王に長子あり、大白という、次を愚中という、大教、少子、もとい、大教、少子、喜歴を生む、喜歴大臣をめとる、皆、憲夫人なり、将を生み、聖髄あり、国王曰く、我が世にまさに起こるものあるべくんば、それ将にあらんかと。長子大白愚中は、国王の喜歴を立てて、もって将に伝えんと欲するを知り、すなわち二人逃げて、慶蕃に行き、分身断髪して、もって喜歴に譲る。国王には長子があって、大白と言った。次子を愚中と言った。正妃の大教は、大白と愚中の母であるが、さらに少子の喜歴を生んだ。喜歴は大臣をめとった。大教も大臣も憲夫人であった。大臣が少を生んだ時に成人となる少髄があった。国王は言った。我が世継ぎに交流するものがあるとするならば、それは少の子孫であろうか。長子の大白と次子の愚中は、国王が喜歴を世継ぎに立てたいと望んでいるのを知って、出奔して競馬の地に行き、身体に入れ墨をし、髪を切って競馬の風俗に化してしまい、国王の後を喜歴に譲った。
国王出資キレキ立つ、これを公旗となす。公旗国王の移動を治め、義を行うにあつし、諸侯これに従おう。国王が死んでキレキが立った、これが公旗である。公旗は国王の残した過食の道を治め、厚く正義を行ったので、諸侯はこれに従った。公旗出資この書を立つ、これを正白となす。正白を文王という。公職公流の行に従い、国王公旗の法にのっとり、仁を厚し、老いたるを敬い、若きを慈しみ、賢者に礼下し、日中まで食するにいとまわらずして、もって死を待つし、これをもって多くこれに着せり、白衣粛清は古畜にあり、正白よく老を養おうと聞き、けだし行きてこれに着す。大天公用三義政育士信仰大夫の党、皆行きてこれに着す。後期が死んでその子の生が立った、これが正白であるが、正白は後世送りなされて文王といった人である。正白は公職公流の務めた行に従い、国王紀保の決めた法にのっとり、人徳を厚くし、老人を敬い、幼少の者を慈しみ、賢者には礼を尽くしてへりくだり、昼になっても食事する暇もないほど熱心に人材をもてなした。こういうわけで賢人たちが多く正白に帰属した。白衣と粛清は古畜国に在住していたが、正白が老人をよく待遇すると聞いていって、正白に帰属したと伝えている。また大天公用三義政育士信仰大夫らも皆赴いて正白に帰属した。周高校正白を院中にそしりて曰く、正白善を積み徳を重ね、諸侯を皆これに迎えり、まさに定に理ならざらんとすと、定中すなわち正白を有利にとらう。公用の党これを憂え、すなわち有心士の美女、理従の分馬、悠々の旧士、他の機械のものを求め、院の平身非中によりてこれを中に見ず。中大いに喜びて曰く、この一物もって正白を許すに足る、言わんじゃその王旗を雇う、すなわち正白を許し、これに旧士、ふえっとたまい、正白をして正罰するをえしめ、曰く、正白をそしれる者は修行をこなりと、正白すなわち落成の地を剣じ、もって中に崩落の刑をさらんことを請う、中これを許す。修行子が正白を院の中央にそしっていった。正白が善徳を積み重ねておりますので、天下の諸侯の心が皆正白に向かっておりまする。これでは将来帝の不利になることになりましょう。そこで中央は正白を有利に幽閉した。公用ら正白の臣らは心配し、有心氏の美女と李従さんの名馬のうちの特に立派な春馬と、悠々さんの両馬36頭と、その他珍奇な品々を求め揃え、中央の長身の非中のつてを得て中央に献上した。中は大いに喜んで、この一つでも正白を許すに十分じゃ、ましてこんなに多いのだからのう、と言って正白を赦免し、その上に弓矢や笛を使用し、正白として諸侯を征伐する資格を与え、かつ正白をそしってわしに捕らえさせたのは修行子であって、わしの本心ではないのじゃ、と言い訳を言った。許された正白は落成の土地を中央に献上し、その代わりに崩落の刑をやめていただきたいと懇請した。中央はこれを可能して許可した。正白密かに善の行う、諸侯を皆来たって平らぎを決す。ここにおいて愚勢の人、極ありて決することあたわず、すなわち衆に行く。境にいるに耕す者皆畔を譲り、民の族は皆町に譲る。愚勢の人、いまだ正白を見ざるに、すなわち、愚勢の人、いまだ正白を見ざるに、皆恥愛いいて曰く、我が争うところは衆人の恥ずるところなり、何ぞ行くことをなさんにゃ、まことに恥を取らんのみと、ついに帰り共に譲りて去る。
将校、これを聞きて曰く、聖伯はけだし寿命の君なりと。聖伯は密かに善徳、良い徳を行ったので、天下の諸侯たちは皆来て、事の公平な解決をつけてもらった。ところが、たまたま愚の君と税の君との間に訴訟事が起きて、採決がつかなかった。そこでこの二君は、州へその採決をつけてもらいに行った。国境を越えて州の国へ入ってみると、農業に従事する者は皆畔を譲り合って歩き、人民の風俗は皆頂上に、目上に譲り合うことで、頂上に譲り合うことであった。愚と税の君はまだ聖伯に会わないうちに皆恥じていった。我々が争っていることは州の人の恥としていることじゃ。なんで聖伯のところへ行って訴えることをわざわざする必要があろうか。言ってもただ恥をかくだけじゃ。とそして引き返し、共に譲り合って去っていった。天下の諸侯たちはこのことを聞いていった。聖伯は思うに、天帝から命を受けて天使になる君であろう。明年拳銃を撃つ、明年密使を撃つ、明年帰国を破る、院の添いこれを聞き、恐れてもって帝中に継ぐ、忠曰く天命あらざらんか、これなんぞよくなさんやと、明年右を撃ち、明年周公子を撃つ、思考して法友を作り、機械より移りて法に見やこす。愚勢のことがあった翌年、聖伯は拳銃を撃った。その翌年、密使を撃った。またその翌年、帰国を破った。院の謙信の祖意がこのことを聞いて聖伯を恐れ中央に告げた。中央は反省もなく言った。天命が我にあって天使になっているのではないか。聖伯ごときが何をよくなすことができるというのじゃ。ところが聖伯はその翌年、河南の宇の国を打ち、その翌年、かつて忠に告げ口をして聖伯を有利に幽閉させた周公子らを打ち、陝西省渭水の南に包囲を作り、祁山の麓から移ってこの都に、この方に都した。明年聖伯奉仕、太子初立つ。これを武王となす。聖伯けだし位につきて50年なり、その有利にとらわれしとき、けだし駅の八家を増し、60歯科となせり、詩人言う、聖伯はけだし命を送るの年に王と称し、思考して愚勢の訴えを断ぜりと、後10年にして法ず、死して文王となす、報道を改め政策を制す、国を追尊して大王となし、後期を王期となす、けだし王髄は大王より起こりたればなり。翌年聖伯が奉仕、太子の初が天使の位についた。これが武王である。聖伯は位にあること約50年になる。その有利に捉えられている間に駅の八家を増して64家にしたらしく言われる。詩人は言う、思うに聖伯は天命を受けた年に王と称し、愚と税の訴訟を裁断したと。その後10年で法事を送り出して文王と言った。文王は院の報道を改正し、暦を制定した。国王担保を追尊して大王と申し上げ、後期を王期と申し上げた。思うに王たるの随章が大王から起こったからであろう。武王位につく、大公望は死となり、周公丹は穂となり、将校筆行の都は王の死を左右し、文王の諸行を治む。武王が位についた、大公望が死という役につき、周公丹が穂という役につき、将校と筆行らが軍事を助け、文王の始めた周朝の王業を継ぎ治めた。九年武王を上りて筆に祭り、東の方兵を示し猛進に至る。文王の目視を作り、のするに車を持ってし中軍とす。
武王は自ら大使初と称す。文の報じてもってうち、あえて自らもっぱらにせざるを言うなり。すなわち芝、死と思考の諸説に次ぐ、生理し真なれや、我無知にして先祖の有徳の真の持ちう、少子先行を受け、ことごとく昭和と立て、もってその子を定めんと、ついに死を起こす。師匠保護して曰く、何時の終所と何時の終終、どうすべよ、遅れていたる者は切らんと。位について9年目、武王は文王の墳墓の地である筆に赴いて文王の霊を祭り、東方に向かって打とうとする兵意を示して申しに至った。その状況は文王の位牌を作り、車に乗せて中宮に置き、武王は自ら大使初と称した。これは文王を報じて征伐するのであって、あえて武王自身の死意によるものではないことを表したのである。かくて芝、死と死空などの布説を受けた諸役人に告げて、次のように戒めた。慎んでうやうやしくまことであれ。我は無知であるが、先祖の有徳をもって得られた何時らのような有効の心を用いることになった。わしは先祖の功を受けてこのくらいにあるがゆえに、一切の賞罰の規定を務めたて、それによって何時らの功績を計り定めるであろう。ついに出征の軍を起こした。死勝歩と尊称された太公望が号令を下した。諸公よ、何時らの民と船とを挙げてきて参加せよ。遅れてきたる者は残罪にされるであろう。武王家を渡る。中流にして白行踊りて王の宗中にいる。武王伏して取り持って祀る。すでに渡る。日あり上より下に帰り、大奥に至り流れてからすとなる。その色赤く、その声白なりという。この時諸侯期せずして盲信に会する者800諸侯なり、諸侯皆いわく忠打つべし。と、武王いわく何時いまだ天命を知らず、いまだかならざるなりと、すなわち死を返して帰る。武王は黄河を渡った。中流まで進むと、白魚が、武王の船へ踊り込んだ。武王は伏してこの魚を捕らえて天を祀った。黄河を渡りきると火が起きて上へ立ち上ったが、また下へ下ってきて武王の館の上まで来ると流れ去ってカラスとなった。その色は赤で、その鳴き声は落ち着いて緩やかであった。カラスは甲鳥、甲の鳥、甲親孝行の甲の鳥と考えられ、赤は衆歌の色を示すものとしていたので、武王が文王に次いでその行を成就する追賞と受け取られた。この時期せずして盲信に集まり返した諸侯が800に上った。その諸侯が皆言った。衆は打つべきでございます。武王は言った。何時らはまだ天命が院から去っていないということを知らぬ。まだ院を打つべき時期ではない。そこで武王は軍を引き返して州へ帰っていった。おること二年、中の混乱暴虐、いよいよ甚だ衆、王子悲観を殺し、騎士を捕らえ、大使し、少子京は、その楽器を抱きて州に走れりと聞き、ここにおいて武王あまねく諸侯に告げていわく、院に重罪あり、もってことごとく打たざるべからず、と、すなわち文王に従い、ついに従者300乗、古本3000人、合子4万5000人の引き、もって貧賀しして宙を打つ。武王は宙に帰って2年経った。ところが武王は宙の混乱、暴虐の行いがますます激しくなり、王子の悲観を殺したこと、叔父の騎士を捕らえて幽閉したこと、院の学官の長である大使の死とその補佐である少子の京都が祭祀用の楽器を抱いて州へ出奔してきたことなどを聞いて、とうとう諸侯に向かってあまねく告げた。院には重罪がございます。
で、どうしてもこれを征伐し、もとい、院には重罪がある。で、どうしてもこれを征伐しなくてはならないのじゃ。と、そこで文王の位牌を奉示して、その意思に従うものとし、兵舎300乗、金字の士3000人、鎧をつけた武装の士4万5000人を率いて、ついに東の方に向かい、中を討伐することにした。11年12月暴行し、ことごとく盲信を渡る諸侯皆会し、いわく、獅子として怠ることなかれと、武王すなわち大政を作り、秀書に次ぐ、今、院王中、すなわちその夫人の言の持ち、自ら天に立ち、その賛成を機会し、その王父母帝を利敵し、すなわちその先祖の学を断棄し、すなわち院政を作り、もって政制を変乱し、夫人を癒す。故に今我初、これ慎みて天の抜刀この、務めよや風し、再びすべからず、三度すべからずと。武王即位の11年12月、母子の日に、軍はことごとく、黄河の渡し場である盲信を渡った。天下の諸侯も皆、相会していた。獅子として務め、心に怠る者があってはならぬ。武王はそこで、大政を作って諸人に告げた。今、院王中は、寵愛する夫人脱旗の言を持ち、自ら天意に背き戻ってその天命を断ち、天地人の聖堂を破壊し、その祖父母や同母帝らの一族を遠ざけ、先祖伝来の雅楽を捨て去り、みだらな音楽を作って、正常な良い音楽を乱し変えて夫人たちを喜ばせた。それだから今我初はここに慎んで、院に天の罰を取り行おう。勤められよ、そなたたちを、この気を逸してこの次にし、またその次にする、というようなことがあってはならない、と。2月後始埋葬、武王つとに将校の牧屋にいたり、すなわち地公、武王は左に公へと杖つき、右に白棒を取り、持って差し招きていわく、十日力制度の人よと。武王曰く、ああ、我が幽谷の長君、使徒、司馬、司法、阿吏、志士、千夫の長、百夫の長、および陽、宿、京、某、美、露、法、僕の人よ。何時の矛をあげ、何時の盾を並べ、何時の矛を立てよ。我、それ誓わんと。王曰く、個人言えるあり、貧刑は明日するなし、貧刑の明日するはこれ家を作るなりと。今院王中、これ夫人の言のこれ持ち、自らその先祖の獅子を捨てて答えず、その家国を困棄し、その王父母帝を捨てて用いず、すなわちこれ司法の罪多くしてほとうせるものを、これ尊び、これ長とし、これ信じ、これ使い、百姓を暴虐し、もって小国を歓喜せしむ。今我初、これ慎みて天の罰と行わんとす。今日のこと着せしむ。今我初、これ慎みて天の、もとい。今我初、これ慎みて天の罰と行わんとす。今日のこと、六歩七歩に過ぎずして、すなわちとどまりて整えよ。風刺、務めよや。四罰五罰、陸罰七罰に過ぎずして、すなわちとどまりて整えよ。務めよや風刺。子犬が湧くはカンカンたることを、虎のごとく、火のごとく、祭のごとく、地のごとく、将校に置いてせよ。走るを漁国せずして、もって制度に益せよ。務めよや風刺。何時務めざるところあれば、あらば、それ我何時の身に陸あらんと、誓い終わり、諸侯の兵の会する者者、者、もとい、諸侯の兵の会する者、者、四川城、死を牧屋に鎮す。翌年2月、キノエネの日の早朝、武王は院の都である長家の南高の牧屋に至って誓った。この時武王は左手に黄金で飾った、マサカリをつき、マサカリを杖つき、右手には指揮棒の白棒を
握りしめて軍隊を差し招き、まず、遠いところをよく来てくれたの、西方の将兵たちよ、とねぎらいの言葉をかけてから武王はさらに言った。ああ、我が親愛なる勇邦の大君をはじめ、使徒芝四空、小太夫の阿呂、太夫の獅子、兵千人の長、兵百人の長、および万族の陽、食、凶、暴、美、露、法、僕の八カ国の人々よ。何時の矛を差し上げ、何時の蚊を差し上げ、何時の缶を並べ、何時の棒を立てよ。我今、何時らに誓うであろう。と誓ってさらに武王は言った。個人がすでに言うておることじゃが、面取りは夜明けの時を告げない。面取りが時を告げることは、これ家運が傾いて尽きることになると。しかるに今、陰王中は面取りが時を告げるような婦人の言を持ち、自らその先祖の祭祀を捨て去って先祖の徳に応えようとしない。その自分の家、自分の国を捨て、その一族を皆捨て去って用いようとせぬ。かえって司法からの多くの罪を作って逃亡してきた輩をこれ尊び、これ長とし、これ信用し、登用し、百官民衆に暴虐を加え、小の国を内外からかき乱しておる。よって今我衆の発は、慎んで天の罰を宙に行おうとするのである。ゆえに、今日の軍事は多くを求めず、六歩か七歩進んだらそこで止まって大護を整えよ。勇士たちを務められよ。また敵を撃つにしても一時に多くを求めず、四号五号の手合わせ、多くとも六号七号の手合わせをしたらそこで止まって大護を整えられよ。しっかりやってくだされ、将士たちよ。こう願わくは、カンカンたる武者ぶりを発揮して虎のごとく、ヒグマのごとく、山犬のごとく、水地のごとく、陰の都の郊外に優先されよ。また優先は勇ましく戦うですね。また敗走する兵士をむちゃくちゃに殺すことをせず、我が西方州の土の労役に服させよ。務めよや御身ら将士たちよ。そちたちがしっかりやらないようなことでもあれば、かえってそちたちの身に中陸が加えられようぞ。と誓い終わると諸侯の兵の来たりし返したもの、兵舎四千乗で全軍を牧野に陣取らせた。帝中武王の来たれるを聞き、また兵七十万人の発して武王を防ぐ。武王、死将法して百夫と共に死をいたさしめ、大卒をもって帝中の死に発す。中の死、王子といえども皆戦おうの心なく、心に武王の速やかにいらんことを欲す。中の死、皆兵を逆さまにして持って戦い、持って武王を開く。武王これに発す。中の兵、皆崩れて中に背く。中、走りて帰り入り、六台の上に登り、その主玉をこうむりきて、自ら火に焼けて死す。武王大伯の旗を持ち、持って諸侯を差し招く。諸侯ことごとく武王を拝す。武王すなわち諸侯を有す。諸侯ことごとく武王に従いて、小国に至る。小国の百姓皆こうに待つ。ここにおいて武王軍神をして、将の百姓に告げ語らしめていわく。上天九を下せりと、将妃と皆采配継主す。武王もまた統廃す。陰の帝王中も武王の攻めてきたことを聞いて、兵七十万人を発してこれを防いだ。武王は死将法、すなわち太公望に命じ、百人の勇士と共に敵に挑戦させて、必戦の意気を示させ、自らは中軍をもって帝王中の軍に突入した。中の軍は人数は多いものの、皆戦う意志がなく、心中密かに武王が速やかに攻め入ってくるのを望んでいたので、中の兵は皆武器を逆さにして戦い、武王の入ってくる道を開いた。
武王の軍が馳せ入ると、忠の兵は皆総崩れになって忠に背いた。忠は敗走して城中に帰り、六台の上に登り、そこに所蔵してあった珠玉を身にまといつけて、自ら家中に投じて焼死した。そこで武王は大白旗、大きな白い旗を手に持って諸侯を差し招いた。諸侯はことごとく武王を拝して戦勝を祝ったので、武王も諸侯に教主の幽霊を返してその労をねぎらった。それから諸侯は皆武王に従って殷の都長夏に至った。長夏の百官民衆は皆郊外に出迎えた。そこで武王は軍師に命じ、殷の百官民衆に告げしめて、天帝が忠を滅ぼして殷の民に敬服を下したもうたのであると言わせた。殷の百官民衆は皆采配継承して、その後を聞いた。武王もまた討礼をした。ついに入りて忠の死せるところに至り、武王自らこれを言い、散髪して後車を下り、経験を持ってこれを打ち、孔へと持って忠の頭を切り、大白の旗に書く。すでにして忠の兵将の二女に至る。二女皆くびれて自殺す。武王またいること散髪、打つに剣の持ってし、切るに幻月を持ってし、その頭を小白の旗に書く。武王すでにしてすなわち出て軍に帰る。武王はついに忠の死んだ場所に至り、武王自ら三本の矢を放ちいてから車を降り、経路の剣を持ってその屍を打ち、金の斧で忠の頭を切って大白旗の先に掲げた。武王はついで忠の二人の愛称のところへ至ったが、二人はすでに首をくくって自殺をしていた。武王はまた矢を射込むこと三発、剣で打ち、鉄の斧で首を切って、その頭を小白旗の先に掲げた。武王は殷の都を出て、斧が軍営に帰った。その名実、道を払い社を治め、小中の宮に及ぶ、木に及びて、百夫歓喜を担いてもって先駆す、武王の弟、宿信卓は、乗車を放鎮し、宗公丹は大越を取り、筆公は小越を取り、もって武王を差し挟み、三義政大天公陽は皆剣を取り、もって武王を守る。すでに入り社の南に立つ、大卒の左右ことごとく下郷、孟宿帝は名水を奉じ、英の孔宿宝は字を敷き、将校関は才を助け、師将補は背を引く。陰逸作宿して曰く、陰の抜損期中、戦王の名徳を転廃し、真偽を侮蔑して祀らず、将友の百姓を混貌す、それ証券して天候を上帝に聞こえたりと、ここにおいて武王采配継承す、いわく大名を受くるにあたり、院の改め天の命名を受けよと、武王また采配継承し、すなわち伊豆小中の子六方院の余民に奉ず、武王院の初めて定まりて、いまだ休んぜざるがために、すなわちその弟官宿、官宿千と祭祝同等して六王を助けて院を治めしむ。その翌日、道路を掃除し、土地神の社を修理して院の宮殿に入場した。すなわちその入場の時になると、百人の勇士が歓喜を立てて先駆けした武王の弟の宿信卓は偽装者を連ね御し、周公丹が大政狩を握りしめ、筆公が小政狩を手にして武王を差し挟み、
三義星、大天、光陽らが皆剣を取って武王を護衛した。武王は入城して社の南に立った。中軍の左右の将はことごとく従った。孟宿帝は名水を奉じ、A の孔宿鳳が字という草で作った敷物を敷き、将校木が将校関が兵を備えるのを助け、志位将補呂将が犠牲を引き連ねた。志位通が目策に記した宿文を読んで言う。院の抜損の中は戦王の名徳を捨て去り、天地天神事義を侮蔑して祀らず、院の百官百姓を混乱させ暴虐を加えた。それらは明らかに現れてきて、天候上帝の気を示すところとなったと。この時武王は采配軽視した。シーツはさらに祝詞を続けた。新たに天使となるの天の大命を受けるにあたって、院の暴虐な祭りごとを改め正し、天帝の命名を受けて特性を施すことに励まれよと。武王はまた采配軽視してから退出した。さて中央は中の子のさて武王は中央の子中の子の六方を院の移民の地に報じたが、中の死後でやっと落ち着いたが、まだ安定していないのを憂え、武王の弟の甘粛仙と彩粛度に命じ、六王を助けて院の窮地を治めさせた。すでにして将校に命じて騎士の囚われを許し、筆行に命じて百姓の囚われを許し、商用の旅に表し、南宮活に命じて六代の財を参じ、巨教の俗を発し、もって貧弱の亡霊をにぎわし、南宮活私立に命じて宮廷宝玉を述べ、紅葉に命じて悲観の墓を奉じ、宗塾に命じて軍に教師せしめ、すなわち兵をやめて西に帰る。ゆくゆく終始政治を期して武政を作る。以上のようにしてから将校に命じ騎士の囚われの身を釈放し、筆行に命じて百官民衆の囚われの者を放免し、商用の住んでいる里の門に功を記した表札を立ててこれを表彰し、南宮活に命じて六代の家財を参じ、巨教の国葬を開いて貧困の人民をにぎわし救った。南宮活と私立とに命じ宮廷と宝玉とを並べて点検し、紅葉に命じて悲観の墓にどもり土盛りしてその境界をはっきりさせ、祭祀を司る宗塾に命じ軍中で天を祀る祭りを行わせ、このようにしてからすべての戦いをやめて西の方州の故郷へ帰った。その木と各地で遵守し政治を記録して武政一編を作った。諸侯を奉じ総意を分かちたまい、文院し器物と作る。武王先生王を追試し、すなわち奉して親王の後を承認、皇帝の後を祝に、帝行の後を敬に、帝春の後を陳に、大宇の後を木に奉ず、ここにおいて孔親孟子を奉じ、すなわち師将法主法たり、将法永久に奉じて生と言い、弟周公丹を極府に奉じて路と言い、将功績を縁に奉じて奉じ、弟宿仙を官に、弟宿道を祭に奉ず、世はおのおの字をもって法を受く。院が滅んだから諸侯を各地に奉じ、宗廟の酒樽を分かち与え、文院の器物の一辺を作った。まず武王は大昔の聖王を追試し、その徳を褒めたたえ、親王の子孫を河南省の商人、皇帝の子孫を江蘇省の宿に、帝行の子孫を河北省の慶に、帝春の子孫を河南省の陳に、大宇の子孫を河南省の木にそれぞれ報じた。こうしてから後進や坊主たちを報じたが、すなわち師匠法を
第一等に挙げた商法を三等賞の永久に報じて正と言い、弟の周公旦を三等賞の極府に報じて路と言い、商工石を河北省の縁に報じ、弟の宿船を河南省の官に、弟の宿道を、河南省の際に報じた。その他の者はその功労に応じ、報道を受けたまわった。武王、旧木の君を召し、貧の丘に登り、持って醤油を望む。武王、州に至り、よいより稲津、周公旦王のところに着きて曰く、何すれぞ稲られざると、王曰く、何時に告げん、これ天、院に受けざるは初が未だ生まれざりしより、よりにして、今において60年、微禄極にあり、非公のに密、天、院に受けず、すなわち今なすあり、これ天、院を立つるや、それ名民360夫をあげたり、表さずまた貧せず、滅もって今に至れり、我いまだ天望を定めず、なんぞ祈るにいともあらんにゃ。王曰く、天望を定め天質により、ことごとくかの悪を求め、変して陰王樹に従わしめん。日夜我が制度に老来し、我これことと徳等を表してまさに明らかにせん。楽勢より以前に及ぶまで、今日意にして固めなきは、それ有価の今日なり。我南の方三等を望み、北の方学費を望み、帰り見て有価を見、ここに楽意を見るに、天使たるに遠きことなからんと。宗教を楽湯に営みて、しかるの地に去る。武王は九州の長官たちを招いて、共に州の古地貧の丘に登り、はるかに醤油の都長家を望み見た。かくて武王は紀州の地に帰っていったが、酔いから朝方まで安眠しなかった。周公旦が心配して武王のもとへ赴いて申し上げた。どうしてお休みになられませんか。武王は言った。そなただから話してみようぞ。そもそも天帝が院の祭祀を受け入れなかったのは、私初がまだ生まれない前からのことで、それから今までに60年も経っている。その間天下は乱れ、微禄が郊外を横行し、カツオムシが田野に満ち飛んで作物が荒らされ、人民が苦しんだ。このように天が院を見捨ててその祭りを受けず、天下が乱れ人民が悩んだので、今州が院に代わって王業を成し得たのである。その昔天が院をして建国させた時は、院は賢人360人を登用し、大いに良い祭りごとをしたが、その後賢人を表彰せず、礼遇せず、賢者を捨て去って、だらだらと今日の滅亡に至ってしまった。私はまだせっかく我に与えられた天命を確立し定めることもできていない。どうして安らかに眠っているゆとりがあろうか。と進展反則の思いを述べて、さらに言った。天命を休んじ定め、天室ともいえる宮室を作ってよりどころとし、あらゆる悪事を追求してそれを退けることは、かの陰を宙に加えた罰と同じにしよう。そして日夜我が制度、宗の地を維持し、我が事業と徳等を司法にはっきり見せしめそう。安らかに眠ることのできないのはそれからのことだ。さて、楽水の北側の熊から伊水の北側の熊の間は、地形は平坦で堅固なところがない。ここは昔河口市の帝都のあったところだ。わしは南の方河南の三島を望み、北の方太閤山やその周辺の部落である学費を遠く望んで、帰り見て黄河をよく眺め、慎重に楽水と伊水の間を観察してみると、そこは天室、天の室とも言うべき居城として理想の地のようじゃ。と語って武王は楽湯に州の都を造営してから西方の後継の地へ行ったのである。また馬を寒山の南に放ち、
牛を東林の居に放ち、官家を伏せ、兵を整え、領を解き、天下にまた用いざるを示せり。また馬を火山の南に放ち、牛を東林の丘に放って牛馬を軍役から解き放ち、盾や矛を伏せて用いず、兵士を治め、軍隊を解いて再び戦争する意志のないことを天下に示した。武王すでに院に勝ちて後2年、騎士に院の滅びしゆえんの問う。騎士は院の悪を言うに忍びず、国を存亡するの義をもって継ぐ。武王もまたはず、ゆえに問うに天道をもってする。武王が院に勝ってから2年後のことであるが、騎士が院が滅亡したゆえんを問うた。騎士は院の移民であるから、院の悪いことを言うに忍びず、国家が隆盛になったり滅亡したりするゆえんの義をもって答えとした。武王もまた自分の質問の至らなかったことを恥じ、改めて天道について質問した。武王やむ、天が未だ休んぜず、軍功を恐れてぼくぼくす。宗公すなわち伏祭し、自ら死となり、武王に変わらんと欲す。武王ゆるあり、後にして法図大使将代わりて立つ、これを西王となす。武王が病気にかかった。天下はまだ安定したとは言えなかったので、軍校は憂い心を痛め、慎んで占ってみた。宗公は神に祈って負傷を払い、服を求めて再会し、自ら二重となって武王に代わって死のうと欲した。武王は一旦病が癒えたが、やがて報じた。大使の将が代わって立った。これが西王である。西王若く、衆初めて天下を定む。衆公諸公の背くを恐れ、衆公すなわち祭りごとを石膏して国にあたる。官宿、祭宿、軍邸は宗公を疑い、武功と共に乱のなして宗に背く。宗公、西王の命を報じ、打ちて武功、官宿を中止、祭宿を放ち、美子会をもって院の後に変わらしめ、宋に国す。すこぶる院の余民を治め、もって武王の将帝、法を報じ、英の公宿となす。真の当宿家国を得、これ西王に献ず。西王をもって宗公に兵所に送る。宗公家を東土に受け、天子の命を述ぶ。西王は王位についたが、まだ年少であったし、宗が天下を平定したばかりである。ゆえに宗公は諸侯が背くことを恐れ、西王の摂政として国政にあたった。ところが官宿や祭宿らの多くの弟たちが宗公を疑って、院の武功と共に反乱を起こして宗室に背いた。宗公は西王の命を報じ、これを中罰、征罰して武功と官宿等を中殺し、祭宿を放逐し、美子会を武功の代わりとして院の後を継がしめ、宋という国を作った。また大いに努めて院の移民を集め、武王の将帝の法をそこに奉じ、英の公職とした。英は河南の地である。山西省地方の真の当宿が、二本の苗が一つの法を結んだというめでたい穀物を西王に献上した。西王はそれを宗公の陣営に送った。宗公はそのめでたい穀物を東方の陣地で受け取って、天子の命とそのおぼし召しを軍中に述べ伝えた。はじめ関西の衆に背くや、宗公これを打ち、三年にしてことごとく定まる。ゆえにはじめに太鼓を作り、次に美子の命、次に貴家、次に家家、次に高校、主公、司祭を作る。そのことは宗公の編にあり、以前官宿と祭宿とが宗に背いたとき、宗公はこれを討伐し、3年間でことごとく平定した。
そこで最初に天使から神下へ告げ命ずる意を述べた太后を作り、次に美子を奉ずるの意義を述べた美子の命を作り、次に吉下嘉下を作り、次に皇叔を盾に奉ずる訓命の皇后を作り、飲酒についての宗公の訓令である主公皇叔に対する宗公の訓令である司祭を作った。それらのことは老修行成果に記録してある。修行祭りごとを行うこと7年、西王長寿、修行祭りごとを西王に返し、北面して軍神の位につく、西王法にあり、将校を召して、また楽遊に営ましめ、武王の意のごとく戦とす、修行また牧師、重ねてみ、ついに英築して宮廷を置く。いわくこれ、天下の中にして、四方より入行するに、道理等しう、等しいと、将校楽校を作る。西王すでに院の移民を移し、修行王の命をもって告げ、他市武術を作る。修行は7年間政治を代行したが、西王が成長したので政権を西王に返上し、北面して大勢の臣下と同じくらいについて西王に仕えた。西王は法に降りて将校に命じて再び楽遊に都を営ませて武王の意に沿おうとした。修行はまた占ったところ吉であったから、重ねてその行状を視察して、ついに楽遊に途上を英築し、下院州の三代の宝物である宮廷をここに安置した。そしてここは天下の中央であり、四方から貢ぎ物を納めに来るのに利邸がほとんど等しいと言って、楽遊を造営した次第と将校の条文上層文等を記した将校と楽遊建造者、楽遊建造についての宗公の上層文を記した楽公を作った。西王は楽遊英築のために院の移民をここへ移して用いたが、宗公は彼らに西王の命令を告げ教え、そしてその訓戒の方、そしてその訓戒の語を記した他史と、宗公が西王に訓戒した語を記した武術を作った。将校法となり、将校死となり、東の方ワイを打ち、縁を損ない、その君を宝庫に移す。西王、縁より帰りて宗州にあり、他方を作る。すでに院の命を退け、ワイを襲い、帰りて宝に明けり。習慣を作り、礼学を起こしたらす。土星ここにおいて改まりて、民和睦し、小生起こる。西王すでに東洋地、即身来たりガス、王たまものあり、英伯、快速新使命を作る。将校が西王の侍従となり、他氏と、宗公が西王に訓戒した語を記した武術を作った。将校が西王の侍従となり、宗公が西王の師となって、東の方淮水の沿岸や海辺近くにいた淮井を打ち、三島の縁を攻め破って、その君を三島の地の八戸に移した。宗公は安から帰って宗州、いわゆる州の都である州の都である皇后を皇家に居住した。そして西王の名で天が各方面の諸侯に告げる意味の他方を作った。このようにして院に復
下っていた天使たるの天命を退け、東方の異民族の和意を征伐して、帰還してからは法に居住し、州の官職制度を記した習慣を作り、院代の霊学を制して院の霊学を起こした。制度はその結果改まり、人民は皆和睦し、太平を謳歌し賛美する声が起こった。西王が東夷を征伐した後、東夷の一つである側臣もしくは宿臣が来賀した。西王は側臣に贈り物を与えたので、州と同姓の諸侯で携帯府であった英伯が贈り物を側臣に使用される命令を記した快速臣氏名を作った。はい、副部長こんばんは。西王まさに方然とす。大使将の絶えざらんことを恐れ、すなわち将校と筆校とに命じて、諸校を率いてもって大使を助けて、これを立てしむ。西王すでに報じ、二校諸校を率いて、大使将をもって戦王の病にまみえしめ、重ねつぐるに文の武王の横行をなすゆえんの安からず、務めは石鹸にして多欲なく、特心をもってこれに望むに、ありしことをもってし、古名を作る。西王は崩御されそうになるや、大使の将が天下を治める任に耐えないことを憂慮し、将校と筆校とに命じ、諸侯を統率し、大使を助けて即位させるようにさせた。西王が報ぜられると、将校と筆校の二校は諸侯を率い、大使将を伴って戦王の廟に詣で、丁寧に繰り返し教えて、文の武王が大業を成し遂げたことは容易なことではなかったこと、務めなくてはならぬことは石鹸と火欲で、厚く信義を重んじて民に望むべきであることを告げ、西王の異名の意を述べた。古名を作った。大使将ついに立つ。これを皇王となす。皇王位につき、あまねく諸侯に告げ、述べつぐる二分部の行をもってし、もってこれを重ね、皇后を作る。ゆえに成功の際、天が安寧にして刑を着て、四十四年用いず、皇王を命じて策を作らしむ。非皇距離を分かちて修皇をなし、筆名を作る。大使の将は、かくして即位した。これを皇后という。皇后は即位すると、あまねく諸侯に告げ、文王武王の横行成就の偉大なことを宣言し、これを繰り返し述べて皇后の皇たる皇后を作った。それゆえに、西王と武王の皇后の時代は天下が安寧であって、刑罰はやめて40年間も用いることがなかった。皇后は命じて百官を任命する辞令書である作書を作らせ、筆校をして落遊の地を分けて善人と悪人とを別々に居住させ、党との郊外を定めて人民を休んずるようにさせ、筆名を作って以上のことを記させた。皇を出資、皇将をかたつ、将王の時、王道を少しく書く、将を南に巡視して帰らず、皇城に出す。その出するや布告せざるはこれを意味てなり、将王の皇、万を立つ、これを牧王となす。牧王位に着く時、春秋すでに50、王道水尾せり。牧王、文武の道欠けたるを憂え、すなわち八景に命じ、大木の国の祭りごとを深海せしむ。県名を作る、またやすし。慶名を作る、またやすし。皇后が報じ、その子の将王、かが即位した。将王の時代には州の王道がやや衰えた。将王は南方に従事したが帰らず、様子工場で亡くなった。その死は諸侯たちに告知されなかったのは、王者としての死を全うしなかったのを
意味手である。小王の子、万を天使として立てた、これが牧王である。牧王は即位したときすでに50歳であった。王道は衰微していた。牧王は文王や武王の行った道が欠けたことを憂慮し、八景に命じ、中大夫で周牧の長を務めている大牧に繰り返し国政について訓戒し、慶明を作った。そこで天下はまた安寧になった。牧王まさに拳銃を聖戦とす、最高暴行をいさめていわく不可なり。戦王は徳を輝かして兵を示さず、それ兵は治めて時に動かす。動かせばすなわち意あり、示せばすなわちなる。なるればすなわち真なし。このゆえに衆の文公の将に曰く、すなわち感化を治め、すなわち九州を包む。我威徳を求め、この化に述ぶ。まことに王これを保つと、戦王の民におけるや、努めてその徳を正しゅうし、その性を厚し、その財求を大いにして、その器を折りにし、利害の強を明らかにし、文のもってこれを治め、これをして利を務めて害を避け、徳に懐きて意を恐れしむ、故によく世を保ちもってますます大なり。牧王は拳銃を征伐しようとした。王の軽視である最高の暴法はいさめていった。いけませぬ。戦王は徳を司法に輝かされたが、武力を示そうとはなされませんでした。それ兵というものは平時は治めて、非常の時にのみ動かすものでございます。ですから、兵が動く場合はその威力で民が恐れます。乱れに兵意を示すと兵をもてあそぶことになります。兵をもてあそぶとその威力がなくなります。それゆえに衆の文公、すなわち将校の衆校の従に将に、すなわち官家を蔵に収め、すなわち弓矢を袋に包みて戦いをやめ、我武王は美しい文徳を求め、この中国に広く行き渡らせられた。誠に武王はよくこの文徳を保たれたな。とありますように、戦王が民に対しては努めて民の徳を正しくし、その政治を養うて厚くし、その財物を大いに豊かにし、その生活器具を便利にし、ことの利害の方向を明らかに示し教えられた。つまり、法律制度の分をもって民を治め整え、民をして生活に便利になることを努めて害になることを避けさせ、徳に懐いて兵意を恐れるようにされたのです。それゆえに子孫はよく代々世の中を奉仕して、ますます盛大を至らしたのでございます。昔我が戦後、公職をよよにし、もって愚家に服侍せり、家の衰うるに及びて職を捨てて勤めざりしかば、我が戦後不実は、もってその官を失いしが、自ら重敵の間に逃れ、あえて行を怠らず、時にその徳を継いで従いて、その書を整え、その訓典を治め、朝夕活禁し、守るに頓徳をもってし、法ずるに忠心をもってし、益政徳をなし、前人を恥ずかしめざりき、文王武王に至りて先の功名を明らかにし、思考してこれに加うるにじわをもってし、神に仕え民を休んぜしかば、禁忌せざる者なかりき、将を定心大いに民に悪し、庶民忍びずして武王を禁待し、もって銃を将の僕にいたせり、これまことに戦王武を務むるにあらざるなり、民意を禁述して、その害を除きしなり。最高の還元の続きの部分でございます。昔我が戦王方は、公職として代々農事を司って、愚の春帝や夏の慶王に服侍しました。夏王朝が衰えますると、公職の官を廃棄して務めませんでしたので、我が先王の不実は、職の官職を失って自ら
重敵の国へ逃れましたが、あえてその業を、怠らなかったのです。その後の戦王たちは代々そのとこを秩序立てて治め、その諸行を継いで整え、その凶暴を治め守り、朝夕慎み励み、手厚く誠実に守り継ぎ、真心を持って実行し、いよいよ徳を積み輝かして先祖を恥ずかしめませんでした。文の武王に至りますと、先祖の輝かしい徳をますます明らかにされ、その上慈愛と和らぎとを加えられ、神によく仕え人民を休んぜ、人民を休んぜられたので、天下に禁忌しないものはありませんでした。殷王の帝臣すなわち忠は大いに人民に悪いことをいたしました。人民はその痛苦に耐えきれず、喜んで武王をいただこうとしましたので、兵を牧野に進められたのでございます。こういうわけでございますから、戦王は武をお務めになったのではありません。人民の痛苦をいたわり憐れまれて、人民の害となるものを除くために兵を動かしたのでございます。それ戦王のせい、法内は殿服、法外は幸福、公営は貧服、違反は洋服、重敵は幸福なり、殿服の者は祭し、幸福の者は死し、貧服の者は教し、洋服の者は公し、幸福の者は王す、日に祭し、月に死し、時に教し、年に公し、終わりに王するは先王の教えなり、祭せざるあれば、すなわち意を収め、死せざるあれば、すなわち言の、すなわち言の納め、教せざるあれば、すなわち文の納め、公せざるあれば、すなわち名を納め、王せざるあれば、すなわち徳を納め、上なりてしかも至らざるあれば、すなわち刑を納む。ここにおいて、祭せざるを刑し、死せざるを打ち、教せざるを制し、公せざるを責め、王せざるに継ぐるあり、ここにおいて刑罰の壁あり、公罰の兵あり、政党の備えあり、以上の命あり、文国の辞あり、礼を敷き、辞を述べて、しかも至らざるあれば、すなわち徳を増し納め、民を遠きに疲れしむるなし。ここをもって近きは聞かざるはなく、遠きは服せざるなし。引き続き最高の還元の部分でございます。さて、先王の決められた姓によりますると、畿内は殿服であり、郊外は幸福であり、公営は貧服であり、万位は洋服であり、重敵は幸福であります。殿服の諸侯は祭司、すなわち天使が祭祀を行う場合に毎日供物を立て祭り、幸福の諸侯は祭りす、すなわち毎月の祭りに供物を立て祭り、貧服の諸侯は供す、すなわち春夏秋冬の祭事祭に供物を立て祭り、洋服の万位の長は供す、すなわち年ごとに供物を立て祭り、幸福の重敵の王は王す、すなわち王が交代するごとに来航するのでございます。このように日ごとに供物を立て祭り、月ごとに供物を立て祭り、祭事ごとに供物を立て祭り、年ごとに供物を立て祭り、王が変わるごとに来航することは先王の教訓でございます。もし殿服のもので日祭の供物を立て祭らないものがあれば、天使は自ら己の意思を収めて不徳を責める。幸福のもので司祭の供物を立て祭らぬものがあれば、子は法令を納め正す。貧服のもので教祭の供物を立て祭らぬものがあれば、天使は礼法を納め正す。洋服のもので公祭の供物を立て祭らぬものがあると、天使は名分を正し、幸福のもので来航し、幸福のもので
来航しないものがあると、天使は自ら徳を収めてこれを待つのです。以上の次、以上の侍女が出来上がっているのに、なお来航しないものがあれば、初めて刑罰を加えるのです。すなわち、日祭の供物を貢がない者は刑し、月祭の合祭の供物を貢がない者は打ち、獅子祭の供物を貢がない者は制し、祭祭、年の祭りの供物を貢がない者は献席し、王の交代に来庁しない者には国訓します。訓告します。かようにして刑罰の法があり、公罰の兵があり、罪を正す正当の備えがあり、威厳をもって献席する法令があり、王子に服しない者には訓告する文字があります。各洋服及び幸福の者たちで法令を敷き、文字をもって献席、訓告しても来航しない者があれば、天使はますます己の徳を収めて来航するのを待ち、遠征などをして民を疲労させるようなことはなかったのでございます。ですから都に近い者は長住しない者はなく、遠い者は振幅しない者はありませんでした。今太筆博士の終わりしより賢住子孫の職をもって来往す。天使我必ず不況をもってこれを聖戦と言いて、まさにこれに兵を示さんとするは、すなわち戦王の教えを捨てて王は祈祷するなからんや。我聞く賢住の受祷は旧徳に従いて守ること、ついに順子なりと、それもって我を防ぐあらん。王ついにこれを制す。四つの白禄を得て持って帰る。これより幸福の者いたらず、諸侯に六つまじからざる者あり、保護王にいて経歴を搾取す。王曰く、ああ来たれ、幽国幽土、何時に承継を継ぐ。今何時百姓を休んずるに何をか選ぶ。その人にあらずや、何をか慎む。その刑にあらずや、何をか置く。その義にあらずや、領土を具備するときは死後領聞け。後時関心なるときは御刑に正せ。御刑官ならざるときは御罰に正せ。御罰服せざるときは御家に正せ。御家の死は監獄と内獄となり、その罪を越時期にし、これその過ちを一周せよ。引き続き、還元の続きでございます。戦王の姓は以上のようでございますが、今賢住氏はその君である太筆、博士の死後、今日に至るまでその職務を果たし、王の制度を実行しております。しかるに天使が今仰せられますのは、賢住は教令を実行しないから征伐し、軍力を示してやろうとのことですが、これは戦王の教訓を廃棄なさることでございまして、ことによると王の軍は気球存亡の浮き目を見ることにならないでしょうか。私の聞くところでは、賢住の勲章の受頓は太筆博士らの徳に従って、その職を守ることを終始戦慄堅固であるとのことです。今王がこれを征伐なされば頑強によく防御することでしょう。牧王は最高の還元を聞き入れずに、ついに拳銃を征伐して、その献上した4匹の白狼と4匹の白鹿を得たのみで帰還した。これからの地は幸福の者は入港しなくなり、また諸侯のうちにも衆に服侍する仲睦まじさを示さないものがあるようになった。牧校の将である保校が
王に進言し刑罰の法を作った。そこで王は諸侯に告げて次のように言った。ああ来たれ、国土を有する諸侯たちよ、我そなたたちに刑罰を用いる法を告げよう。今何時らが百官収書を休んぜんとするに何を選ぶか。当然賢人を選ぶべきではないのか。慎むところは何か。当然刑罰を慎むのではなかろうか。その刑をいかに処置すべきか。当然刑長のよろしきを得ようとするのではなかろうか。原告と被告とが揃ったら裁判官は両者の言をよく聞いて御刑のいずれに該当するかを聞き分けよう。原告の言うところが刑の原告の言うところが御刑のいずれに当てはまるか、被告も認めてそれがまことであるならば御刑を適用してその罪を正せ。御刑に処するだけの確実さがないときは御刑よりも緩やかな罰金刑の御罰をもって罪を正せ。御罰にも当たらぬような場合にはさらに緩やかな過失罪の御科を適用せよ。御科を行う場合に陥りやすい弊害は権勢ある者に対する裁判の監獄と宰相らの内部からの運動のある内獄とで、これらの裁判は公正を欠きやすいということである。この監獄と内獄で法を曲げて公正な裁判を行わない裁判官はその実情をよく正してその裁判の罪人と同罪に処せよ。御刑の疑わしきは許すあり、御罰の疑わしきは許すあり、それこれを申告せよ。関心にして衆あるも、これ解いて勘がうるあれ。勘なければ疑わず、慎みて天意を厳にせよ。刑役の疑わしきは許す、そのバッター百節、その罪を越辞きせよ。義癖の疑わしきは許す、そのバッター倍死、その罪を越辞きせよ。貧癖の疑わしきは許す、そのバッタ倍差、その罪を越辞きせよ。旧癖の疑わしきは許す、そのバッタ五百節、その罪を門辞きせよ。その罪を越辞きせよ。旧癖の疑わしきは許す、その罰は五百節、その罪を越辞きせよ。旧癖の疑わしきは許す、もとい。貧癖、大癖の疑わしきは許す、その罰は千節、その罪を越辞きせよ。僕罰の俗は千、義罰の俗は千、貧罰の俗は五百、旧罰の俗は三百、大癖の罰はその俗二百、御刑の俗は三千と名付けて補刑という。王の諸侯に告げる、言葉はさらに続く。御刑に当てはまるのに疑わしいところがあれば赦免されることがあり、御罰を当てはまるのに疑わしいところがあれば赦免されることがある。つまびらかに調べて真相をよく明らかにせよ。罪科が事実であり、囚人がこれを認めてもよく尋問し熟考せよ。事実の証明ができない場合はそれを却下し、慎んで天意に基づく刑罰を粗略にしてはならぬ。その罪は芸刑にあたっても疑いを損する場合は赦免して百卒の罰金を課するが、その罪をよく調べて事実を明らかにせよ。義刑にあたっても疑いの損する場合は赦免し、罰金はその場合の200節とし、その罪をよく調べて事実を明らかにせよ。貧刑にあたっても疑いを損する場合は赦免し、罰金はそのまた場合の400節ほどとし、その罪をよく調べて事実を明らかにせよ。求刑にあたっても疑いを損する場合は赦免し、その罰金は500節または600節とし、その罪をよく調べて事実を明らかにせよ。退役刑にあたっても疑いを損する場合は赦免して、罰金は1000節とし、その罪をよく調べて事実を明らかにせよ。
さて、牧刑、すなわち牧刑を射して適用する罰金の、牧刑を許して適用する罰金の種類は1000、義刑に代わる罰金の種類は1000、貧刑に代わる罰金の種類は500、休刑に代わる罰金の種類は300、退役刑に代わる罰金の種類は200、以上合計し5刑を赦免し罰金を課せる種類は3000となる。この刑罰を名付けて歩刑というのである。はい、サイコさんこんばんは。すでに自分が寝落ちしそうになっているというやばい状態なことに気づきました。ちょっとバグりそうな感じでございますね。とりあえずですね、今牧王の地籍がまあここで終わりかな。次は牧王が報ずるところになりますので、一応ここでまあいい感じかな。そのこれをこう立つ、なんとそうですね、なんか今ちょうどコインも落ちたところなので、あと一節だけ読んで今日は終わりにしようかな。続きいきます。牧王たちて55年にして宝珠、皇教王栄子たつ、教王慶城に遊ぶ、密の皇后下号、三女ありこれに走る、その母曰く必ずこれを王にいたせ、それ獣は三を軍となし、人は三を衆となし、女は三を三となす。王の狩りには軍を取らず、皇の行くには衆に下る、王の御には一族を三にせず、それ三な美のものなり、衆美物をもって何時に送る、何時何の徳ありてか、もってこれにこた、これに耐えん、王すらなお耐えず、言わんや何時の召集親、召集者をそのうるときはついに必ず滅びんと。豪公剣絶、一年にして教王密を滅ぼす。牧王は王位についてから50年で報じた。その子の教王栄子が立った。かって教王が渓水のほとりで遊んだとき、密国の高校が王に従っていたが、その折同姓の3人の女性が密かに高校に身を寄せてきた。高校の母がいさめていった。お前は必ずこの3人の女性を教王に献上しなさい。獣の場合は3匹以上軍群れといい、人の場合は3人以上衆といい、女性の3人以上三といいます。皆多数ということです。王が狩りをするときは軍を取り尽くすということはしないのです。諸侯の巡行には州に減り下って、乱りにこれを虐げることをしないものです。王の女官は同族の者3人は強要しないのが古来の礼です。さてこの3は美麗なものです。ところが今州がこの美麗なものをお前に送ってくれたのです。お前は何の徳があってこの美麗なものを受け入れるに耐えましょうや。それは王でさえもなおその重荷に耐えないでしょう。いわんやお前のような昇進の分際では耐えきれる道理がない。昇進の部類で美麗のものを備えればついには身を滅ぼすことになりましょう。としかし高校は3人の女性を王に献上することをしなかった。それから1年して教王は密の国を滅ぼした。教王法事故異王官達異王の時、王室ついに衰う、詩人詩をなす、異王法事教王の弟壁法達これを皇王となす、皇王法図諸侯また異王の大使将を達これを異王となす、異王法事故霊王公達。教王が法事てその子の異王木が立った。異王官ですね、ごめんなさい、官が立った。異王の時に州の王室は衰微した。ゆえに詩人は詩を作ってこれを風刺した。異王が報じ教王の弟の壁法が王位についた。これが皇王である。皇王が報ずると諸侯は相談し、また異王の大使の将を王とした。これが異王である。その子の霊王子が王位についた。
と、州本位は1万字ぐらいあるので、これが他のところと比べると2番目ぐらいに長いところかと思います。他のところはね、3000とかそのくらいなんですけれども、ただ1万ぐらいのところがまあいくつかあって、漢の酵素とか流法のところね、あとは降雨のところ、それからあと始皇帝が一番長いのか、始皇帝が1万6000ぐらいありますので、ここがちょっとね厳しいところかなと思いますけれども、頑張って、ゴールデンウィーク中に読んでいければと思います。それではおやすみなさい。良い夢を。オンバザラシャンティウン。また明日。ありがとうございます。ごきげんよう。